最後に感謝の気持ちっていうのを持てる人であってほしいなと思います。どれだけ強くてもどれだけ結果を残しても怒らずに謙虚にそういう人にいっぱい愛されて応援されるような人になりたいなと思います。頑張ってください。いただきます。いただきました。ありがとうございます。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。みんなと一緒に料理を作ることが楽しかったです。最初はすごく不安だったけど、最終的に楽しくできたので良かったです。大変なこともあったけど、みんなと協力して楽しくできました。部活してそれで栄養士になろうと思いました。栄養バランスとかいろいろ考えて食べ物提供する人になりたいって思ったから栄養士選びました。練習を頑張ってマネージャーのご飯をしっかり食べて大会で優勝してほしいです。頼りがいがあってすごいかっこいいです。大好きです。横綱になってほしいです。私たちがいた頃より人数が減って大変になってくると思うけど、変わらず頑張ってほしいし、その分頑張った分自分にも返ってきて自分自身も成長できると思うから頑張ってほしいです。手をついて持ち直し。突き！
できて本当に幸せだと思うし、悔いなく卒業できます。日本一であることを証明できるように、力道はじめとしてチームみんなで頑張ってください。石川先生に認められたいという思いでこれまで頑張ってきたと思います。大変失礼かもしれませんが、僕の中では師匠という思いで石川先生と向き合ってきたつもりです。その師匠が稽古場にいる上でいいところを見せたい、褒めていただきたい、いろんな思いがある中で、一番は日本一になって石川先生を土俵にしたいという強い思いがありました。僕は石川先生がいるからこそこれまで真剣に相撲に向き合い、幸せな高校生活を送れたんだと思います。心から感謝しています。18年間愛情を注いでくれた両親にこれから人生かけて恩返ししたいと思っています。小学4年生の時に抱いた大相撲で横綱になるという夢を持ってこの相撲道を選びました。いつの日か大相撲で横綱になり夢を叶え、その晴れ舞台を石川先生両親に見に来ていただけたら幸いです。本当にありがとうございました。勉強になることばっかりで貴重な時間でした。本当わからないことだらけなんですけど、いろいろ経験して日本一のチーム作っていけたらなと思います。そうですね、ボーリングとか結構行ってました、ね、200点です。200、はい、ここの道場に戻ってきてくれることあるの？いや、もう何回も戻ってきたいと思います。いや、だから3年間振り返ったら勉強した思い出が一個もなくて、相撲にずっと熱中してたなと思います。恋愛も全くできなかった。本当に？本当です涙にはいくつもの思い出がある、心にもいくつかの傷もある、一人酒手酌酒演歌を聞きながら、ほろり酒そんな夜もたまにゃないさ。いや、嬉しいです。こんぐらい、こんな筋肉になりたいです。こいつの方が偉そうです。